全然ね、トップの反応がないんやけど。これでいきます。あれあれ、え、ちょっと待って、さあ、ナマズ釣り来ました。全然ね、トップの反応がないんやけど。今日はもう風むっちゃ強いっす。風むっちゃ強くて、昨日ね、夜はね、むちゃくちゃ温度高かった。18度ぐらいあったんですよ。18度ぐらいあって、で、まだそっから雨降って、急に今温度また下がってきてる。で、じゃあ昨日どうやったんかって言ったらね、昨日ね、いつもの河川行ったんですけど、河川がなんか工事かなんかでね、水がすごいね、悪くなってて、ナマズが全然浮いてない。まあ、溜まってる場所には溜まってるんですけど、前釣ってるような場所ね、ただああいうところではトップには反応しない。で、釣り方としてはね、まあね、同じ感じになるんで、ちょっと違う釣り方をしたいんやけどね、絵的にも違う釣り方した方が面白いかなと思って、今場所用水路に久しぶりに来ました。で、トップで出したいんやけど気配がない。急に寒くなってきたかな。あ、なんか動いてんの、鯉か亀か、鯉か亀か、おお、鯉や、なんか動いてるね。もう鯉やろね、全部これ。もうでも2月中旬なってきたら、動きは鈍いですけど、食いたい個体はおるはずですけどね。ただでも今年はあんまり調子良くない感じですね。なんかパッとせえへん。釣れるんは釣れるけど同じ場所ばっかりですよね。で、寒い時期でもトップへの反応も夜やったらあったんやけど、最近ちょっと暖かくなって、寒波が過ぎてちょっと暖かくなってからは、なんかトップへの反応もなくなった。まあ、そこの河川がちょっと水質が悪化したせいっていうのもあるかもしれないですけど、ソフト、ケタピーソフト沈め大作戦、これでいきます。これ落ちて、こうボトムについて、こうふわふわさせる感じです。これでやってみたいと思います。で、浮力があるんで意外とお根がかりしない。あ、逃げた。ちょっと噛んだ。パクッ。ちょっと噛んだ。ちょっと噛んだ。ルアー変えてみよう。でかいんかもしれん。キャタピージュニア。キャタピージュニアシンキングボード。いきます。あ、良さげかも。お酒かもこれ。あー、逃げた。逃げた。
もっと進化軽くてもいいかもしれない。ほら、よいしょ、おい、どう行ったね、シンキング、シンキングジュニア。やりました。ほい、シンキング、シンキングジュニアで釣れました。ありがとうね。よいしょ、ゴンゴンゴン。昨日おとといってすっごい暖かかったんですけど、雨も降ってね、ナマズがトップで釣れると思ったんですけど、全然釣れず。そしていつもの河川に帰ってきました。で、今日は昨日おとといまで南風ですごく暖かかったのに、今日も北風、最高気温7度、むちゃくちゃ寒い。まあでも、だんだん春にはなってきてます。地元ではちょっと今年調子悪くて、トップではまだ反応出てないんですけども、まあでも食い始めてるっていうのはあります。メタルジグって言います。これコイ、メタルジグコイも釣れるんで、10グラム、あまり重すぎると根がかり多発します。風が強い。おいしょ、よし、やっぱ速い方だよね。よし、これメタルジグ、よしですね、はい、よいしょ、はい、メタルジグで釣れました。本当にね、もうね、ゆっくりフォールで食ってる時と、全然食ってなくて、リアクションで口使うっていう感じの時の2パターンですね。まあなんでかわからん。まあでも釣れました、1本。イエイ。
あれ、え、ちょっと待って、あ、なるほど、なんか食ったよ。あ、ちょっと待って、待って、今ね、すれがかりで、あの、1個、飲まずあげたら、もう1個なんか、うわぁ、もう1匹飲まずいました。ちょっと待ってよ、これどうやってあげる。よいしょ。あー、来た。あ、でも切れたからいいか。針取れた。うん、ちゃんと誰かがほらこれ釣って引っ掛けた状態やったんでしょうね。危ね。で、僕これたまたま吸いかかっただけです。